博多ストーカーが壊したシングルマザー這い上がり人生っていうんでね、はい、例の博多のストーカーに殺された女性と、それからまあ犯人 の、はい、そのライフストーリーをまあ文字に載ってるんですけどね、はい、うん、これなんかはねどうなの、そんなにやんなくてもいいんじゃないかなって気もちょっとしたけどな、あ、まあ、分かんない、はい、彼は非常に美人じゃない、はい、沖縄で、はい、歌手になろうとしてたんですね、歌手になろうとしてたとかね、うん、はい、だからまあまたこういうその人生をたどるみたいなのもやるんでしょうけど、それはそれでまあなんていうか、はい、読めばね、うん、それなりにまあ、その読まされますけれど、はい、まあまあやるかな、やっぱな、まあそうですね、これは結構ニュースになってましたね、うん、まあそうですね、路上で惨殺ですからね、どういうな、はい、俺な、まあでもまあそれは警察もその相談があった時に一応注意したり向こうにしてんだけど、うん、警察できないですよね、じゃあそれ以上のことを何かやんなきゃっていう、まあこうなったら言うけどさ、はい、できないですね、できないですよね、人権問題もあるし、ね、だってものすごい多いらしいじゃないですか、うん、ストーカー被害、被害っていうか訴えが、あすごい多いの、守ってくれとかって年間の件数が多すぎて、それに全部警察が、うん、家を見に行ったりとか、時々チェックするとか、相手に電話するとかっていうのはできないぐらい、すごくもう多くなっちゃってるっていうことらしいんですよね、はい、でもそうですね、だからちょっと難しいんでしょうね、そうだね、うん、気の毒だよな、はい、ポストはですね、中国人の春節爆買いで薬局から薬が消える。ああ今結構ないですよ。ないんだよ。すでにないですよ。そう、今あれが葛根湯とかないらしいよ。ルールとかもないですね。ルールもない。ルールはルールだっけな、金色と赤色のやつです。ルール三条。あれ中国人が好きな色らしいんですよ。ああそう。それで金色と赤だからまずそこから取るっていう。パブロンゴールド A っていうのがないらしいよ。うん、一番。はい。あ、うん、それだ、そうだ、パブロンだ、パブロンだ、それが金色と赤のやつ、そうでしょ、それだ、そうだ、それがないんですよ、ないんだよ、あれ色が好きだっていう、あ、そう、色が理由らしいです、もうね、たまんないね、これね、はい、中国の民間病院は医療レベルが低く、地方は病院そのものが少ない、中国は製薬メーカーが1万5000社あると言われており、各社が勝手に薬品を作るから成分がまちまちで質が悪い、うん、多くの中国人は自国の医薬品を信頼せず、品質が良く価格が安い日本の市販薬をお宝のように崇めています、うん、崇めてくれるのはいいけどさ、困っちゃう、何倍もの値段で売れてるわけですから、うん、中国で、だからやっぱそれはそうなんでしょうね、うん、昨年12月26日は厚労省が薬局やドラッグストアの業界団体に対し、一般用解熱鎮痛剤の購入制限を課すよう要請してるんだよ、そのぐらいもう買い占め、だから、ね、うん、2個までとか、うん、1回の購入は2個までとか書いてますね、うんうん、はい、どんどん買われちゃうからね、はい、もうごそっとないですもんね、うん、その棚が、うん、買われちゃって、中国のウェブサイトなどではコロナ前から日本の一部の市販薬が称賛され、神薬、新薬、神の薬として紹介されます、それが SNS で拡散されて中国や台湾で有名になり、法術客がこぞって買い求めるようになった、で中国人がよく買うのはアンメルツ横横、命の母 A、 サカムケアって何ですか、絆創膏だな、ニノキワ、皮膚軟化剤、熱さまシート、あーなるほど、ね、それからね、ハイチオール C シリーズ、サロンパス、ビューラック A、 サンテボーティエ、目薬、リュークラックさんの喉すっきり飴、熱さまシートなんか借りちゃうんだね、結構ハズレもいっぱい買ってますね、そうか、はいはい、そうです、あ、これ何かいくら買ってもいいよみたいな感じのやつもありますけど、ちょっとやめてほしいなっていう薬もありますね、で一番人気なのはさっき和田君が言ったような、はい、パブロンゴールド A で、そうですね、これだ、パブロンゴールド A でね、この薬は解熱鎮痛成分のアセトアミノフェンが配合されており、厚労省はアセトアミノフェン製剤をコロナ治療薬として出場しています、中国人もそれを知っているから人気がある、日本のドラッグストアで購入したら700円ほどですが、中国の転売業者は3000円から5000円ほどで転売している、アセトアミノフェン製剤では解熱鎮痛剤のタイレノールも人気で品薄になり、薬局で入手しにくい状況、うん、だけどパブロンゴールド A などはコデインという麻薬成分を含むため厚労省に製造申請が必要で、品薄に対してメーカーの製造が追いつかない、なるほど、はあ、
困るね、爆買いが収まったと思ったらこれだよ。あの局地的に買われると困りますよね。ああ、そうね。なんか全体的に買ってくれるのはいいんですけど、やっぱ品薄に、前もあれだったじゃないですか、マスクとか、そうね、あの防護服とか、そうそう、ああいうもんばっか一気に買われちゃって、あのなっちゃうんで、本当に全体的にね、幅広く買い求めてほしいですね。いや買ってくれるのは本当やっぱね、業者としては嬉しいと思いますんでね、あれですけど、そうそう、一箇所だけブワッと買うと本当に、